ジョン・マーテルはカリブ海で活動したフランスの海賊、名はジェームズやジャンとも呼ばれる。マーテルはスペイン継承戦争でジャマイカの侵略船に乗っていたとされる。ユトレヒト条約の締結によって職を失うと他の多くの者と同様に海賊行為に走った。1716年9月、マーテルは砲8門、乗組員80人のスループ船を指揮し、ジャマイカからキューバ沖を航海した。この航海では、ギャレー船バークレー号から現金1000ポンド、スループ船キング、ソロモン号からは、食料のほか現金を略奪した。カバーニャ港へ向かった一味は、途中でスループ船2隻を略奪した。キューバを出港すると、砲20門のギャレー船、ジョン&マーサ号と遭遇し、これを拿捕した。一部の乗組員を仲間に加えた後で、積み荷は奪った。マーテルはこの船に砲22門を搭載し、100人を乗り組ませた。さらにスループ船には25人を乗せて、両船とした。こうして、船体を組んだ一味は、リーワード諸島へ向かい、そこで、ブリガンティン船を含む3隻を捕らえる成功を収めた。12月、一味は、ギャレー船ケント号、バルバドス隻の小型船及びスループ船、ロンドン隻のギャレー船グレーハウンド号を拿捕した。一味は希望した者を仲間に加え、グレーハウンド号からは、奴隷40人を奪った。これらの活動の後、一味はセントクロイ島を拠点とし、島に大砲を据え付けて、ここで補給や船の修理などを行うことにした。この頃、リーワード諸島の総指揮官ハミルトン提督は、バルバドス島の軍艦スカーボロ号のヒューム船長に使いを出し、マーテル一味の討伐を依頼した。乗組員を補充して出港したヒューム船長は、セントクロイ島から来た小船から、マーテル一味に関する情報を聞きつけ、すぐに島に駆けつけた。スカーボロ号から逃亡する、マーテル船長アレン&ギンターのシガレットカード、パイレーツ・オブ・ザ・スパニッシュシリーズスカーボロ号が接近してくるのを確認したマーテルは軍艦に砲撃を浴びせた。スカーボロ号も応戦し、砲撃は数時間にも及んだ。やがて砲撃はやみ、サスに衝突することを恐れたヒューム船長はスカーボロ号を沖に出して港を封鎖した。軍艦が沖に出たのを好機と見たマーテルは脱出を試みたが、海賊船は座礁し、さらにスカーボロ号が迫ってきていた。脱出の望みがなくなった一味は大混乱に陥って船に火を放った。マーテルたちは20人の奴隷を連れて森に逃げ込み、船に残ったもう20人の奴隷は全員焼け死んだ。一味のうち19人は小型スループ船で脱出した。マーテルの消息は不明であるが、チャールズ・ジョンソンは森の中で死んだと推測している。他に仲間から見放されて無人島に置き去りにされたという説やニュープロビデンス島でウッズ・ロジャーズ総督に投降し王の赦免を受けたという説もある。ありがとうございます。